おはようございます。寿司系 YouTuber たまさまとぶーちゃんです。はい、本日はこちらのね、有志の方3名にお集まりいただきました。どうも、はい、どうも、こんにちは。どうも、この3名の、はい、ちょっとどういう方たちなのか、はい、ちょっと紹介を。じゃあですね、ちょっと長いんですけど、はい、日ハムファイターズボールパーク構想。違う、北海道だ。長い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 ですね、長いですね、うん、はい、北海道日本ハムファイターズ、北海道日本ファイターズボールパーク構想に止まない構成。ハミってやめてください、市民会。はい、長すぎるな。ということで、はい、長いんで、ハミって 馬がこうやるやつ。正式名称ちょっとどうなったから言っていただければ、はい、北海道日本ハムファイターズボールパーク構想囲まない案を実現する市民の会。突然ながらの天の声が出てくる。はい、はい、テロップで出してる。そうですね、テロッとこう出てる、テロッと出してる、はい、感じですね、はい、ということで、はい、来ていただいたんですけども、はい、まず僕らどういうことをしているのか全く知らないので、ちょっとそちらの方とかね、そうですね、はい、教えていただければと思うんですけども、はい、まず一つ目、どういう活動をしているのかっていうのをちょっと一つ教えていただければ、はい、まくまない案っていうのが出てきて、北広島案というのもあって、はいはい、で北広島の方は北広島市全体が盛り上がって活動してるんだけれども、うんうん、はい、まくまない案の方は発表されただけで何ら活動がない、うん、反対意見ばかりがそこに出てるんで、じゃあ、はい、我々で少し盛り上げようよと、うんうん、で賛成賛同する方々を集めて、うん、そしてその実現に向けて少し動きましょうっていうのが今回の趣旨です。やっぱり幕前でやらないと意味がない。はい、そしてやっぱり地下鉄から、はい、徒歩何分みたいなね、はい、ところがやっぱり重要だと思うんですよ。交通の便もいいですかね。そうですよ、はい、で清宮も来ます、はいね、そういう面でやっぱり南区が盛り上がるきっかけにこれが起爆剤としてなる可能性が非常に高いんで、うんうん、私たちは応援しております。はい、はい、で、はい、ということで、まあ、南区にファイターズをねこう来てほしいっていうのあるんですけども、まあ、じゃあどこに球場を作るのかっていうところが一番の案だと思うんです。まこまないのどこに作ってほしいのかっていう、現在アイスアリーナのあるあたり、はいはいはい、多分あの辺が中心になると思うんですけど、セクシーハイムですね、セクシーハイム、そうそうそう、昭和47年、6、7年にできてる建物なんで、はい、もうかなり老朽化が進んでて、うん、確実に、そうそうそう、ね、取り壊しが、目前に迫ってるんです、うん、でさらに東京オリンピックを誘致してるに、うん、中でスケート会場としてはすでに帯広を、うん、指定してるんで、あそこが不要になるんじゃないかっていうのがあるので、したがってあそこを取り壊して建てるのが一番いいだろうと、作るのが一番いいだろうと。今はやっぱあそこはねすごくこうコンサートとかもやってるんだけど、やっぱりコンサートのピークはやっぱり、まあ、あそこクイーンも来てるからね、昔ね、へ、はい、もうクイーン来てるからね、あそこ、あそこにまこまないにクイーン来てるから、でその後にアントニオ猪木がこういうアントニオ猪木が北海道で最後の試合をやったとこなんです。へ、あそこは多分ピークだね。まあそれからもいろいろありますけど、あそこで、まあ、球場を作ってみんなを集めて地域を活性化させようみたいな話ですよね。で実は、まあ、全く知らないとはいえ、僕ら2人もさすがにゲストに来ていただくので、ちょっと下調べをしたところ、うん、実はホームページがあるんですね。ホームページの中に反対意見っていうのも書いてあった。なかなか珍しいですよ ね、 そうですね、うん、自分たちを押すのに反対意見も出てくるっていう、うんうん、まああるとは思うんですけども、はい、その中からちょっとピックアップしたものを、はい、アンサーしていただければ嬉しいなと思うんですけども、一つ目、はい、まあ地域住民の方の反応ですけども、シーズンを通して、まあ、混雑するんじゃないか、あの辺もともとあそこら辺の、うん、道路とかが、まあ、ライブだとかいろんなイベントをやった上であそこら辺、まあ、確かに混むんですよ。あそこら辺シーズン通して混むんじゃないかっていう意見が出てるんですけど、そこら辺に関してはどうお考えですか。
僕の、はい、まず2つポイントがあって、はい、みんな今まこまない公演と、昔東京オリンピックをやったということだけど、じゃあ明治の頃から別に公演だったわけじゃなくて、あれはもともと開拓市の築城があって、その後独立の築城になって、その後米軍のキャンプ黒報道になって、その後移管されてから、住宅地になってオリンピックがあったりと。だからみんなが今の環境を守るって言ってるのは、その同列 住宅団地になった以降の話でね、そこがベストだっていうことではなくて、やっぱり時代とともに変化していかなきゃいけないっていうのが一つ。でもう一つ、交通渋滞っていうんだけど、交通渋滞っていうのはあそこで発生した車が渋滞してるわけじゃなくて、いろんなとこから来て渋滞起きてるんだから、交通渋滞っていうのはもっと広域で考えないと、あそこの道路が混んでるとかダメだって話じゃなくて、混むところがあったら発生源、どっから車が来てどっかへ抜けてるっていうのをちゃんと分析すればいくらでもコントロールできる話で、だからちょっとその今の反対だっていう件もね、あんまり筋が通ってないんですね、学問的に言うと。解決可能な話だと思います。なかなか深い話が。そうだそうだ。そうだ。そうだ。私立大学。こちら。あともう一つの意見として、まこまない公園とその周辺の環境破壊がちょっと懸念されてるみたいなんですけど、うん、そちらについてはどうお考えですか。これも先生か。そのさっきの話と続くんだけど。はい。今のまこまない公園は、まこまないの人たちのためだけの公園じゃないわけだから、うん、その横にあるまこまない駅も、まこまない駅まで、地下鉄で来て、そこからバスに乗り換えて、宇治の長山系、北の沢、中の沢、南の沢に行く人たちにとっても、今大事なところだから、そのあそこに住んでる人たちだけじゃなくて、やっぱりこう南区全体の人たちの利便性も考えた上で、うんうん、今の公園っていうのが大事なのか、うん、もうちょっとそのボールパークのようにして、うん、もっといろんな人が使いやすくするのかは、うん、やっぱりみんなが議論すればいいと思うんですよね、うんうんうん、だから住んでる人たちだけの意見が、正しいとか、うん、多数の意見だって話は成り立たないと思いますね、うんうんうん、日本でもね、有名なね環境コーディネーターの方が南区にいるんですよ。その方に今回の件を話をしたところ、まこまない公園 の、 いわゆる生態系を調べてはいるんだけども、全て の、 ほとんどの動植物が人間と共生できる、共生するような生態系を持ってるから、それも別に何かあそこにボールパークを作ったからといって絶滅するだとか、うん、いなくなるだとかっていうことは考えられないっていう、そういう意見もいただいてます。はい、この声はどこから聞こえるんですか。結構天の声さんが、ね、天の声、いい声の天の声さんがもう、そうですね。はい、ね、はい、はい、ということで、まあ今いろいろ聞かせてもらったんですけど、まあ今後の活動とかっていうのをちょっとどういうふうにしていくのかなっていうのも聞きたいんで、もしよければお答えしていただければ。はい、これからやっていくやっぱり署名活動を行って、とりあえず、大きな声が大きな反響があるんだということで、それぞれの団体に、アピールしていく、うん、そういうことの、うん、運動をしていかなくちゃいかんなっていうふうには思ってます。はい、という活動内容だったんですけど、そうですね、はいはい、この最後にね、じゃあ皆さんの中で何か他にもコメントがある方は。まあ、より良い南区を作るためには、やっぱり次世代の人にね、楽しいところをこう残していくってことをしていかないといけないんで、もっともっとですね、そういう活動やら、まあね、次世代に残すものを今やれる人がしっかりやっていかないとダメなんじゃないかなと。ただまあ反対ばっかりしててもね、しょうがないですよね、それは。そうですね、進まないですね。進まないですよね、やっぱり。変わっていくものもありますからね。そうそうそう。
はい、ということで、コメントもいただきました、はい、ですね、実はですね、まあ、さっきも話したんですけども、はい、ホームページの方、そうですね、はい、もうありますので、そちらの方で、実は署名もできるし、はい、なんならちょっと珍しいです、さっきも言いましたけど、はい、コメントとか意見とかが書けるみたいなので、はいはい、そちらの方で書いていただいて、議論の、まあ、あの種にしていただくっていうのも、はい、そうですね、はい、賛成だけの、ね、意見じゃなくて、まあ、うん、その中でこう思いますっていう意見も皆さん語れるという、はい、でそれをどうも球団さんの方にもそういう意見も出てるよっていうのを持っていくっていう話をさっき天の声さんから聞きました、はい、なので、はい、あの率直な意見とかを書けばそのまんま球団に伝わる、はい、まあ、なんでしょうね、あの私船じゃないですけど、うん、そういうのも担ってくれるような活動をしている方々なんだなっていうふうに僕は思うんですけど、はい、はいはい、ということで今日は、はい、この3名に来ていただいたんですけども、はい、まあ、あの実際動いてる方たちは、はい、いろいろいますので、はいはい、こちらの方みんな一度もあって南区できたら始球式は私が投げます、はい、ちょっと今もう候補が立候補で、はい、俺もやりたい始球式はね、はい、おー、そっけということで、はいはい、今日のドルドル TV、はいはい、ここら辺にしましょうか、はいはい、ブーちゃんも投げます投げて楽しいし、僕はきっとそのままパーンって打たれた瞬間にシーパーの声がやってるそういう感じでスイーブ土俵の方が合ってますからおいはい、というわけで、ね、北海道日ハムファイターズボールパーク構想の皆様でした。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ドルドル、あ、噛んでしまった。では、もう一回ドルドル TV まだまだ続きます。イエーイ